はい、カメラマンの石山です。今日は12月の23日、水曜日です。明日24日がですね、キヤノンの RF50mm の F1.8STM レンズの発売日なんですけども、無事にですね、私も購入できることが連絡が来ました。量販店さんからですけども、電話が先ほどありました。明日午前中にですね、ちょっと取りに行ってこようかなというふうに思ってます。まあ、午後からね、ちょっと人に会う用事もあったりするので、実際開封とかそういうのはね、夕方になっちゃうかなって感じなんですけども、とりあえず、発売日にね、手元に来るのでちょっと嬉しいなと思ってます。で、今日はですね、50mm の 1.8 の話ではなくて、最近仕事の中でですね、昔の撮影していたポジをですね、データ化しないといけないっていうのがですね、かなり頻繁に、発生してます。で、まあ基本的にはスキャニングに関して言うと、ラボ屋さんって、プロラボ屋さんですね、そこにですね、写真を持ち込むんですけども、まあ流れとしては、とりあえずそのデザイナーさんとか先方に写真を選んでもらう時の、データに関してはデジタルカメラで、ポジを複写するっていう形を一応取っていて、で、まあ、それをですね、基本に、選んでもらって、決定したものをその使用サイズに合わせてスキャニングしてもらうっていうような流れだったんですけども、ここに来てですね、最近の流れで言うと、そのすごく、時間がないんですね。プロラボ屋さんに頼むと中、4日ぐらいかかってしまったりするんですけども、とてもそれがですね、間に合わないっていうことになって、で、なんとか自分でスキャニングをしないといけないっていうことがですね、最近ちょっと増えてきていたので、このですね、メーカーさん、メーカーで言うと、プラスティックっていうのかな、ここですね、ここのメーカー、これ読めるかな、ここなんですけど、この会社のですね、これは 35mm のポジとネガが複写できるタイプです。で、ここにですね、穴があるんですけども、ここにこういう、これはマウントされたフィルムを、読み込む時のリードですね。で、ここにこうやって入れて、で、パソコンに当然つないでスキャニングをしていくっていう形になるんですけども、これとですね、もう一つが、スリーブ状ですね、6枚ずつこうカットされてる写真になるんですけど、それ用のね、このフィルムのホルダーというか、ガイドがですね、ちゃんとついてるという状況です。で、ソフトウェアとかもですね、ちゃんとついていて、当然あの Windows でも Mac でも使えます。で、私は Mac 版というか Mac に使ってつないでやってます。購入自体はですね、金額が量販店さんの価格で5万3000円ぐらいだったので、そこに10% つきますので、実際は4万円台かなっていう感じなんですけど、結構使い勝手はですね、最初のセットアップの時にちょっと戸惑うところはありましたけども、そんなに難しくはないですね。で、慣れてしまうと比較的こう簡単に綺麗なスキャニングができるという感じで、非常に買ってよかったなと思ってます。で、サイズ的にはですね、300dpi で、A4 ぐらいまでプリントできるようなサイズの、スキャニングはですね、できるので、結構使い勝手はいいんじゃないかなと思います。で、それ以上ね、ちょっと大きくなっていくと、少し、無理があるのかなという感じなんですけども、でもA4 から A3 ぐらいまでのね、プリントであれば十分に耐えれるものがスキャニングできるので、いいのではないかなと思います。で、すごくね、優れてるところというと、ゴミのですね、フィルム上のゴミの、除去をですね、コンピューターっていうか、
やってくれるというか自動でやってくれるっていう機能がねまだあるらしいんです。っていうのがまだそこはね使ってないんですね。でまあ保存状態がねちょうどいいポジをねスキャニングしてて、ホコリもちゃんとこう取ってスキャニング入れてるので、そのまま普通にですねできるんですけども、色の出方とかもですね非常にこう細かくコントロールもできるので、なかなか優れたものだなっていうふうに思ってます。でこれはだからまあ昔のですね写真がたくさんある方にとってはちょっと、非常に面白いアイテムの一つじゃないかなというふうに思います。私もちょっとね時間ができた時にねいろいろと昔のポジをですねとかネガをですね、スキャニングしてみようかなと思ってます。モノクロのねネガなんかもあるので、それも少しスキャニングして、少しウェブ上にもですねアップしていけるようなことがねできればいいなというふうには思っています。ということで、スキャナーのご紹介でしたけども、まあ明日はですね RF50mm1.8STM の、ファーストインプレッションというかまあレビューをね少ししたいなと思います。ということで、ありがとうございました。